はい、こんにちは、こんばんは、辻村です。本日は、エアジョーダン1レトロハイ OG、セールユニバーシティレッド、またの名を、ファントムジムレッドということで、はい、こちらのスニーカーの方を、鑑定の方をしていきたいと思います。やはりね、ラクマ等で、言っちゃってますけどね、偽物が多いものを、なるべく 早い段階で動画の方ですね、投稿していきたいなというふうに思っております。で、こちらの品番のものもですね、やはり偽物が非常に多いです。で、先日なんですけど、ラクマは本当に無法地帯と言われてますけど、フリマの中でも安心できるメルカリさんの方でですね、まさかの、こちらの同じ品番のですね、偽物を見つけました。で、その方ね、すごいのが評価351あって、はい、で、そうですね、コレクション整理断捨離中ということで載せてました。で、納品書もスニーカーズの納品書もありますよということで載せてたんですけど、明らかに写真のですね、画像にあるジョーダン1違和感をすごい感じたので、よくよく見るとこれ完全に偽物じゃないかということで、運営の方にも警告させてもらって、この方にも、偽物はダメですよというふうに言ったところですね、次の日にはなんかもう消えちゃってましたね。はい、ということで、そちらのね、画像の方も見比べながら、見ていきたいなというふうに思います。それではまず、アッパー部分からチェックしていきます。このね、アッパーのシワシワな感じ、このレザー、これは本当に汚れとか傷とかそういったことではなくて、もともとがこういうシワシワになってますね。はい、ビンブロをしっかりとチェックしていただいて、アッパーのね、縫い糸具合もこちら確認してください。偽物の画像、こちらが、はい、こんな感じのね、角度でちょっと見えるかな。やっぱり透明で見るとね、全然分かりにくいんですけど、どこで気づいたかというと、黒タグもそうなんですけど、こちらのね、画像を見ていただくと、つま先部分のやっぱ穴の大きさですよね。偽物の方がやっぱ若干ちっちゃいかなというところで違和感を感じて、やはり案の定、このね、黒タグ、ご使用前に必ずお読みくださいというところのフォントの細さが偽物太くなってますね。はい、続いて、内側の、はい、部分ですね。はい、こちらしっかりとチェックしてください。ちょっとね、動画の分数短くしたいので、どんどんじっくり見たい方は一時停止とかしてしっかりと見ていただきたいなと思います。はい、続いてヒール部分ですね。ヒール部分、そうですね、やっぱ質感、素材感、縫い糸、こういったところをチェックしてもらうしかないかなと。はい、続いてアウトソール、で、インソールですね。はい、インソール部分、縫い糸の、ね、ところとかもしっかりと見ていただいて、こちらもフェイクバスターズ一度出してますので、そちらの方の画像も含めて載っけたいなと思ってます。インソール見てください、しっかりと。で、インソールの裏面と、はい、裏面もフェイクバスターズに出した画像を貼っつけておきます。そ
して、インソールの、剥がした状態での、中敷きの中底ですね、これの縫い目、まあ、しっかりと綺麗に縫わさってるかどうかチェックしてください。これも同じく画像でチェックしてください。で、続いてロゴですね。ロゴも先ほどね見せましたけど、今度こちらの方のやつで見てみようかな。はいはい、トン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 いきます。続いてシューキーパー、はい、しっかりとね凹凸感ございますか。はい、続いてボックスタグ、フォントの大きさ、太さ、字体、すべてチェックしてください。で、上の箱の刻印、赤じゃないですね。青色のかな？うん、紺色というか青色です。はい。はい、で、納品書ございません。ということで、うん、はい、こちらの、セールユニバーシティレッドに関しては今日の動画はこんな感じになるかと思います。まあ他ね、会費も買い物に関しても黒とジムレッドからユニバーシティレッド、でもジムレッドっぽいですよね。シュータンのナイキエアーの部分、こんな感じです。まあ、スペースないですね、ちゃんとね。裏側の方もこんな感じです。まあ、お手持ちのものとしっかりと見比べして、気になるところは一時停止で、チェックしてみてください。はい、それでは今日は以上になります。